おはようございます。おはようございます。おはよう、こんにちはとかね。わかんない。東京フェスタ、大勢の方来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。で、盆栽っていうのはね、前よく言われてたんですけど、年寄りの趣味だってね、言われてました。本当に若い人がいっぱい来てたんですね。そうですね。ね、当時のお客さんはね、うん、我々より2つ、3つぐらい下の年代の方だと思っています。はい、でこの11月には第1回目の東寺園の作品展がありますので、はい、あの大宮駅の近くなんで、ぜひ時間がありましたら皆さん来ていただければと思っています。はい、よろしくお願いします。今日はですね、あのここに持ってきましたのは、今年の6月ぐらいにね、あの取り消したんですよ。このままでどうしようもないって思いましてね、いろいろ取り消しました。大体10個ぐらい取り消したのあるんですけど、はい、あの樹種別にちょっと やっていきたいと思います。外して いきますんで、はい、ここにあるのがこれちりめんかずら。これだけなんか色が違う、うん、これはね、ちょっと培養が悪かったのかな、なんか色がちょっと違いますけどね、色が違うかもがね、うん、これはね、去年にこのつるを差し切ったやつ。ああ、差し切り。1年経っても太さはほとんど変わってないですよね。うん、これ小さいやつは下草すと押しても使えるかなっていう感じですね。そうですね。つる症だしね。いっぱい差しておくとね。はい、で、これちょっと色違いますけど、うん、これはこれと同じに差し切ったんです、これ。あ、同じ木なんですね、じゃあ。症は違いますよ。違うやつ。差し切って。このグループじゃなくて、他のグループです。はい、これは挿し木したんです、うん、こういう細いやつ、はい、何十年です、うん、書くと全然太んないんですよ、これツルだから。なるほど。これ大体ね、こう挿し木したやつ、寄せ絵みたいなのがあったんですけど、うん、それを何か使えるかなって言って買ってきて、大体30年ぐらい経ってる。30年経ってる、ね、ってる。これですよ。これを挿してると、この太さにする。30年かかってる。30年経ってますね、これから。30年経つとこのぐらい。まずね、用紙の太さまであるの大変だと思います。なるほど。ここにまたあるんですよ、これ、はい、これ取り木した。取り木かけてるんですね。30年で半年で太らせる。じゃあ今年の春かけた。6月にかけた。6、7、8、3ヶ月ですよ、大体、うん、3ヶ月しか経ってない。で、根っこが出てるかどうか分かんないんですけど、軸見るとね、もうどっちつかずなんて流れが決まってないんですよ、これ。うん、だから片方いらないなって言うんでね、多分こっちを外すような形で取り引っ掛けてる、はい、うん、そうすると完全に流れが右流れで出てきますね。なるほど。ちょっとこれ外してみます、はい、根っこ出てるかどうかわかんないんですけど、外していきますね。ちょっとね、量がすごいじゃないですか。これは長寿梅で、もみじもみじもみじ、心拍、そっちは、あとはね、桜か。10月は、はい、たくさんありますので、増えるんです、はい、長くなりそうな感じです。とりあえずちりめんから、ちりめんかずらから外していきます。はい、これはあのビニールポットで覆ってありますんでね、はい、まず環状剥皮法って言って、丸く皮を剥いて、はい、それから水苔を当ててビニールポットで覆ってます。うん、あ、これすごいじゃないですか。すごいな、これすごい。全部こんな出てるの、ね、半ヶ月で。どっから切っていいか分かんないの、これ。ちょっとこう切っていかないと、はい、ちょっとこういう木取りかけるのはちょっとめんどくさいですけどね、うん、あの模様がいっぱいあってね、これ水をけ巻くのが大変なんですよ、これ。そうですね。劇だったら楽だけどね、詰まりすぎちゃったんですね、うん、ちょっと遅かったのかな、これ。うまくはずれるな。どこでこれで失敗しちゃったら切るとこ間違えちゃったね。どこだか分かんないですね。ごちゃごちゃって切りますよ。おぉ、超えてきました。こんだけの太さね、うん、これ30年ぐらい経つ。ああ、簡単だじゃん。うん、骨格ですよ、これ。ねえ、挿し木するよりも。はい、こっち、うん。これが完全にもう流れが決まりました、ね、これ。これであと、
校に持ってってもいいしね、はい、こんだけの草ってのはちりめん数はなかなか太んないですからね、うん、こんな形で作っていこうかなと思います。なるほど。あと本体の方ね、うん、これ切り口きれいにしてください。はい、ちょっと傷が残っちゃうのね。ちょっと傷が残るな。コットパッツ持っていいですか。はい。あれ、これ持ってた。トップ10年前。これあんまりね、うん、俗には進めないんですよね。肉巻きが、うん、肉巻き良すぎてね。良すぎるらしい。こうなっちゃうんだよね。これだったら毛が荒れてるからわかんないじゃん。これ終わりです。これは鉢入れようかな。株立ちみたいな。これ鉢に入れときます。水ゴケ外すのは来年、うんうん、今は根っこ出たばっかりなんで根っこ切っちゃ切れてしまうんでね、はい、来年になってからこの水ゴケ外します。これ1個ずつまた取ってるのは大変なんですけどね、うん、で本格的に植え付け、はい、とりあえず今回はこう鉢にこう入れとく形で、うんうんうん、来年まで持たせます。こんだけ根が出てると安心ですね。でも、うん、これだけ出てればね、もう絶対間違いないです、うん、ちょっと遅かったかな、時期がね、外すな、うん、じゃあ、ほんと1、2ヶ月で外さなきゃいけないですね。そう。で、撮影日が9月の20日今日何日でしたか。今日19 19で6月だから、本当に3ヶ月ぐらい。3ヶ月、2ヶ月で出るかもかんないね。トリケアは水切らしたらもうおしまいですからね、ここね、はい、水をね、切らさないようにやって、そうすると一気に30年以上の太さが取れる。そうですね。木に直接針金かけて鉢と固定。針金でこういう形で、はい、今後止めません、はい、これただ針金をここ引っ掛けてますよね、はい、ここに、はい、でこう切ります。土はね、普通の土で下の方ちょっと粗いの入れて、あと細かいの。でこんだけ根が出てるからいいですけどね、ちょこっとしか出てないやつはだそーっとこう植えた方がいいです、いじんないで。ね、つついてくと根っこ切れちゃうから。これで来年まで、うん、来春植え替えます。はい、ちょっと水やります。はい、じゃあこれで、はい、上から植え付けの仮の植え付けが終わりました、はい、でこう土が飛ばないように、そしてここちょっと水ごっこ張って、うん、流しの網でこう押さえちゃいます。流しの、はい、ゴミ取りの網、ネットで、ね、あれでこう包んじゃえば、あ、これこんな感じ、はい、他の雑草の種も入ってこないです。うん、ここ細かいから、ここ中にあったやつは生えてきます。外から飛び込むのが少ないやつだから、はい、さあまだまだありますね。まだまだ、これ切って終わりにする。そうですね、うん、続いては長寿梅。長寿梅、これね、なぜここ取り引きしたかっていうと、うん、長すぎてね、形が持たないんですよ、これ。うん、太くなっちゃってますもんね、うん、根っこ出してきたんで根っこは細いんですよ。そのためにこの重さは耐えきれないんで、うん、これ取り引きしました。なるほど。これも出てるかどうかですよ。ちょこっと見たんだけど出てるようなわけ感じもします。ビニールポットは逆向きについてるっていうね。これどこからやったか忘れちゃったかも。根が出てなかったらもう一度かけ直すと、うん、もう一回このまま閉じます。あ、出てる、これ出てる。あ、本当だ本当だ、ここ、うん、ちょっとあんまり量ないからあんまり触れないですね、うんうん、色がちょっと似てるから。あ、ここ、うん、取り付けかけたんだ。でこの辺で切っちゃいますかね。おお、おう、県外みたいになってる。いいじゃないですか。あとこれも使えるから。そうですね。これもね、外土鉢やるか入れときますからね。こういうのの選択肢があれば、難しい木だけど、うん、2つにすることを考え想定して買ったりとかね、できるんで。これはね、
こんな長いってたら、うん、持たないですからね。そうですね。ずっと針金かけてるようになっちゃうんで、はい、思い切ってこうやっちゃいました。取り切っていうのはいいですよ、うん、一気に30年経っちゃうんだから30年経っちゃうんだからそう、これは後で、じゃあまた鉢に入れます、はい、鉢に入れておきます。取り切かけたのはいつぐらい？あ、同じぐらい、3ヶ月前、6月19日か20日その辺です。じゃあちょうど3ヶ月前、一応記録は取ってありますけど、はい、そのぐらい。次やるときにね、それをいつ取り消してどのくらいで根っこが出たってそれ目安になりますから、なんかちょこっとメモを書いておくといいと思います。はい、これ長寿梅、長寿梅も取り消える。取り消え。次これいっちゃうか。次はこれ桜。桜です。ええ、10月桜だからもう少し経つと花が咲いてきます。でこれ樹形的にね、この辺がうるさいかなと思って、うん、結構枝切ったんですよこれ、はいはい、だからまだこの辺うるさいかなと思って、うん、どうせ枝切るんだったら取り引きかけておこうかなと思って取り引きかけました、うん、この桜もね、取り切るの初めて、挿し木は何回かやったことあるんですけど、はいはい、取り切り初めてで、これも根っこが出てるかどうか見てみます。でもなんか細かい曲がある木ですね。そう、上の細かい曲、針金かけて曲げてるんですかこの辺も。もうこの針金食い込んできてるかわかんないけど、このまま外すようです ね、うん、多分ね。これ曲げたんですか先生が。これはね、買った時からの思い出です。あ、そうなんだ。ここがちょっといろいろいじってます頭。下の方は買った時からの思い出で、桜だとね、どうしてもね、こう肌が綺麗になんないんですよね、はい、うん、こう焼きが入ってたり、はいはい、そうだったんで、それをこれを埋めてます。焼けが入ったところ。あ、何で埋めてるんですか。なんだっけ、パテ。パテ。パテ。うん？何パテですか。もうこういうのパテだったかな。へー。パテはこう2つ二液性の接着剤ってあるんですよ、はいはいはい。あれの固形みたいなやつ。へー。粘土みたいなやつ。それを練ってこう詰めて。詰めたんだ。どこだかもう分かんなくなっちゃった。これですか。あ、そう、この辺とかね。うん、やべちゃってる。この辺もここね入れてます、ね、はい、じゃあここ外してみます。はい、これも3ヶ月前。そうです、だいたい6月終わりか半ばぐらいから7月の半ばぐらいまでにやってます。それはちょっとね、今年暑かったんでね、うん、少しね水を多く撒いてるんです。薄く撒けてるんですけど、多く撒いておかないと乾いてもダメになっちゃうんだよね。あ、これも出てる。あ、本当だ。色が違いますけどね。はいはい。これ出てる。大丈夫そうですね。こんだけいっぱい出てるわ。うん。で、これ樹形がどう変わるかですね。これ外すとね。そうですね。まあでも。外しています。切りますからね。はい、どうだろう。いいかな。うん、まあ、すっきりしましたね。これはあんまり良くないんだ。そっちはあんまり良くないんだ。これまあちょっとね、棒かもしれない。で、それはまた、うん、これはまた花が咲けばいいかな。そうですね。これ春に咲いて、うん、秋にも花咲くんだ。ね、冬の間中咲いてるから、これ10月だ。この木にいるとね、あとね、この辺がちょっと模様がきついかなっていう感じするんですよ。これでね、これどうするか。まあでも模様木っぽくね、挿し枝2本あるみたいになってたから、うん、ここがかかって曲がっちゃってるからね、はい、これが長いんですね。でもないとこれがいらないかもね、上出ちゃってますからね。同じところ元から出てたら、うん、でもないと寂しいですね。ないとね、とりあえずつけてて、うん、また吹いてくると思うんだこれ、はい、桜も3ヶ月で問題なく取り切ってきました。よいしょ。続いては心拍。次心拍。これはまたシャリがね、シャリがすごい入れてますね先生らしく。うまくこうシャリつけたんですか。これはね、うん、この木は2つで割ったんですこれ。あ、こう。んこれがここがくっついてたの幹に。あ、これ元々1本だったんですか。元は1本ですよね。ほえわ、ー、割ったんだ。こんな感じですよ。これが1本でだったらかっこいいよね。心拍らしくないんで、どういうふうに作ろうかなって、ね、思い切って割った、うん、割ってグワッと下げて
さすがですね。二つで咲いたやつ、うん、で、取引したのはここ。そう。で、こういう、ね、割った先のところか。これは前ですと邪魔なんだよね。正面こっちにしたいってことですか。うん、あ、こっちでもいいかな。そうですね。こっちで見せたいね。こうかな。あ、でもちょっとなんか背中感ありますけどね。うん、ここ見せたいのかと思いますけど。こっちの方がシャレがよく見える。普通の正面としたらこっちになるからね。うん、そうですね。こっちで見た場合完全に前を隠しちゃってるんですよね、うん、これね。こっちだとじゃあ邪魔なんで切っちゃおうかなと思ったんだけど、はいはい、切るんだったらもっと増やす。なるほど。出てるかな。出てるかどうか見てみましょう、うん、元がどこだかよくわかんないんだよね。あ、出てるっぽいな。出てる。あ、出てる。出てる出てる。心拍も3ヶ月でできんだ。いや、全部3ヶ月でできんだ。この出てるわ、これ。どこで切るんだ、これ。どこで切るんだろう。これだ。これ外しますね。はい。全然どこだか。いい？はい。お、勝てるのか。あ、いけた。でもなんか使えそうだな、これね。ちょっとでも、変わってる。だいぶ広がってますね。ね、広がってるけどね。まあ、でも、こっちに流すとか、すれば、ね。これをこうね。そうそうそう。でしょ、これが良くなったの、これ。うん。でもこうなると頭が大きくなっちゃいますね。頭が大きいね。うん。だから、あとこう、枝下げて。ね、うん。裏枝がね、こう下げたいですね、ここね。うん、ここで、ここがね、3本、あ、2本になってるんだ、これ。うん。あ、本当だ。これもう、どうしようかなと思って。取り引しないと。そう、考え中で、何年か経ってますから。1本取り引じゃないですか。これ取り引すか、また。そうですね。こちらも、心拍は、ちょっとでも、臓器に比べると、根は少ないですかね。うん。根が長いね、それでね。うん、細い、太い根がちょっとこう、長く伸びてる。だから心拍はもしかしたらもうちょっと後の方が根が一方多いから安心かもしれないですね、うん、そうだね。この根の量でここの葉こんだけの量の葉っぱだとちょっと怪しい可能性もある、うん、参考になる。二つで送ってもいいだろこれ。あ、またそこ終わっちゃうの。ね、いいと思う。後でこれ作っていきます。はい、後で考えましょう。心拍も問題なく取引できました。はい、次まだあるんですよ。まだあります。まだ。これ、この3つ。はい。これはね、これ二段取引。二段取引。うん。こっちが根っこ出てるかな。これ見てください。うん。あ、こっちすごい。もうはみ出してるの。これも。うん、こっちもはみ出してる。もみじ、もみじとかでやっぱ臓器は出ますね。臓器は早い。早い。はい、勝手に出る、うん。で、これはね、もう7月だったかな。ちょっと遅かったんだけど、うん、これも出てる。あ、これ7月。ね。出ますね。なんでこれやったかっていうとね、このまま使うんじゃなくて、はい、これ取り消しちゃうとこれ短くなるでしょ。うんうん、それの接ぎ木の材料にしようかなと思って。ああ、接ぎ木の材料。うん。まず外してみます。はい。しかもね、これ臓器とか取り消するとあれですもんね。小さくなるし、うん、粘りも作りやすいですよね。うん、作りやすくなる。直根がないので。これはもう適当に切ってんじゃん。適当に切っちゃっても大丈夫ですよ。こんだけ根あればね。ここで切っちゃう。これ切り口見てた。うん、このハサミです、切った。はい。綺麗に切れた。スパッて。このハサミ。どこのハサミ？これはあのドイツのハサミ。へぇー。レーベって。レーベン。レーベンって。前の会社でね、これ使った。ライオンってハサミ。ライオン。あれ？レーベン、スイスだったかな？オリジナルローベン。ドイツかスイス？ジャーマニー。あ、ジャーマニーになってる。ドイツだ。で、全部部品交換できるの、これ。へぇー。だから、これも全部。ただ、細かいところは入んないけどね。うん、あの、ブドウとかね、ああいう剪定やる。うん、使ってて。一応宣伝になっちゃったけど。宣伝になっちゃった。企業案件待ってます。全部さっき切っちゃいますからね。切っちゃいます。ちょっとこれ外してみよう。もしかしたら相関で作ったのかな、これね。ああ。おお。ねえ。
ぎっしりな、ほら切り離す位置がかなり上だぞ、これここですね、はい、あ、これ残すようにしてんだ、これまだ生きてるんですか、それ。これ、枝に使うようにしてんだよ、これ。じゃあこの上で切りますかね。ダメだ。ちょっと大きいの持ってきた。僕やってもいいですか。僕の握力。うん。でももう一回って。あ、できる気がしない。相当硬いこれ。あ、できる気がしない。それでね、でかいのでいきましょう。皆さん怖いじゃん、怖いですね。おお、うん。なんかあ、ちゃんと生きてます。あ、残ったね。生きてる。あ、これ小さなのできるな。これ、なんか、良さそうですね。これいいや。根元も足元はっきりしてる、これ。うん。ああ。これはね、浅い鉢にもう入りますからね。でね、これも、あの、ちょっと次説明しますけど、あの、ここにもう一回、こう、通し継ぎやって枝を出してもいいんですよ、ね。ああ、継ぎ木を。うん。継ぎ木。はい、これできました。はい。あ、まだある？これ。取り木は全部終わった。終わった。取り木外しちゃ終わり。終わった。で、取り木したやつを、こういうふうに使いますよ。ご紹介で。うん。はい。で、これもまたもみじが。これは、カエデ。カエデ？カエデ。あ、カエデだ。うん。カエデなんですけど、これもね、すごいじゃないですか、バンコンで。バンコンで、すごいですよ。うん。で、これはね、ここにいた先生が持ってた木なんです。もともとは創刊で、創刊？うん、創刊だったんだ。ここ。こうなった。ここにあったんですか？そう、ここにあった。綺麗に治りましたよね。枯れちゃったんですよ。なかなか傷がなくて綺麗でしょ、これ。そうですね。でね、ずーっとここが綺麗に立ち上がってるんだけど、ここで頭がカクって曲がっちゃってるの、これ。あ、ここね。そう。それでね、思いついたのが、糖質ぎ、継ぎ木ですね。これか。見えるかな。このまっすぐの？そう、これ。この枝、壊す、これ頭に立て替えるって言ってよ。本当だ。これが、この枝がぐるーっと回って、そう、ここに入って、ここに入って、で、まっすぐ上に。ああ、そうですね。これ前、カンちゃんが、こういう小枝をやったんでしょ？やりました、やりました。それと同じです。糖質ぎ。これも6月です。あ、今年の、うんうん、6月19日って書いてあった。へえ。ここからちょうど3ヶ月、上からドリル入れて、はい、で下からこれ取り出した。6月剥がれ時期だから、はいはい、こう古い葉っぱ取っちゃって新芽だけ残して、うん、こう通してた。なるほど。でもう一箇所やった。これもう一箇所、これか。これはどっから来てるんですか。 これっちから。ただこれはちょっと角度間違えたんだろうね。こうしてもっとこう出したさ。まあまあまあ、そうですね。なるほど。うん。こっちの水で新しい方が太ってきてると思う。はいはいはい。もう太って。元より。だいたいもう活着したかなっていう感じです。なるほど。ここはちょっとわかんないですね。ここはね、全部太ってきたんで、もうついたかなっていう感じ。そしたら今度次はこれ外しちゃって、完全に頭しまっすぐ持ってきたいなと思って。これはいつぐらいに切るんでしょうか。切るのは2、3年かな。あ、そのぐらい待つ。うん、少し置いといてから、うん、こうかなりこの太さ5ミリか6ミリのあのドリル突っ込んでますかね。うん。まだ中空洞になってるから。なるほど。それつくまでそのまま置いてきます。2年経てば大丈夫かなと思う。ということでこういうのができるんで、はい、例えばこれですね。はい。今なぜこういう取り切ったかっていうと、こういうの使えるんだよ、これ。ポットでそのまま鉢だとね、はい、ちょっとこううまくくっついていかないから、うん、ここからね、例えばこのぐらいにしたら短いやつを上からこうドリル、ここへ、こっち枝がないですよね、はい、ここからドリル突っ込んでこういう角度 で下から通していく、うん、枝を上に向きます。こういうふうにも使えると。
だからこういうあの素材としてあの使いたいなと思ってこれ作ってる、うん、まあ、でもよく挿し木でやる人はいるじゃないですか、うん、挿し木で同じ、ね、DNA のやつで増やしていって接ぎ木に使う、うん、挿し木もできる、あのだからこういうポットに入れといてもいいんですよ、うん、使うあのう、ね、鉢だと、ね、ぶつかっちゃったら甘なんだからね、はいはい、とかもできる、で要は これもまだまだ使えるってことですか、使える、そう、これをね、このまた素材になるから、やっぱこんだけ足元もある、使うつもりはなくて、はい、こっちを使いたいなって、ね、あ、こっちじゃなくて、うん、これはどんなか分からないけどね、こういうのはもう、まあね、うん、ダメでしょ、うん、これはね、あの取り消したんですよ、いっぱい、はいはい、長いやつ、今1メートル以上あったから、うん、もうだんだん短くなってくるんだ、うん、短くしよう、なるほど。あとまだねやってるんだけどね、うん、ちょっと先生が見えない、この他に、はい、あ、今夜は毛持って、持ってこなかったけど、うん、あの椿の仲間でサザンカ、はいはい、あれもやったんですよ、ああそうですか、サザンカもね根っこ出てきます、うーん、あの全体的に見てね木が枯れてるとか頭はいいな先端が、うん、そういう場合はもう取り消してこう小さいの作っていったらいいと思います、するとあのこういう接ぎ木の素材、はい、素材として作っておいてもいいかなって、うん、で今回こういうのをあの試験的に全部初めてやったのもありますんでね、はい、うん、結構こうあるやつはついてる、うん、こう出てきて、でも3ヶ月でほぼ全部出てましたね、出てますね、うん、3ヶ月で、やっぱり出ないやつってやっぱ例えば松とかだと、うん、松なんか2年とかかかったりするじゃないですか、そうそう、あれだと2年くらいでしょう、そうですね、私は実際に自分でやったことないです、あ、そうですか、この瀬戸さんがやってるんですね、僕も固有松1回だけありますけど、できた、元の方が枯れました、あ、取ったやつは生きてるけど、うんうんうん、ただ根っこがつって伸びちゃうんだよね、だからね、うん、うまく、あとの場合をうまくやっていけばいいかなと思って、そうですね、こうあの取り木とこの接ぎ木、接ぎ木って私はあんまり好きじゃなくてやったことないですよ、うん、初めてやった、あ、これ、うん、ああ、そうなんですね、だから先生おっしゃったよね、うん、あの赤松なんかの一番あの活着率がいいのはこれです、うん、このもみじとかカエデ、カエデね、赤松も接ぎ木してたんですか、赤松の接ぎ木とかやってたんですか、赤松の接ぎ木とかね、そういうのはちょっとやった、あるけど、やんないとめんな、ごめん、私一回あの接ぎ木であの心拍と、うん、あと梅、梅ね、うん、梅も接ぎ木やったんですけど、うまくいかなかった、だいたい冬やったからね、接ぎ木じゃないですもんね、うん、なるほど、ということでね、はい、こういう素材ちょっと園芸センターなんかでね、盆栽園でもちょっと浮かれて、うん、そのままじゃ素材として使えないな、飾れないなってなったらね、頭 がこうできてたら、こう小さい取り木して、小さいの使ってた、はい、そして増やしていったらいいかなと思います。実際、安いですもんね、うん、そう、こういう素材って、うん、なので、そういうので増やしていくのもいいかもしれない、そうですね、はい、いっぱいね、今年やったんですけど、全部成功してますね。はいはい、皆さんもぜひね、こういう機会があったら時期選んで、うん、やってください、はい、はい、以上です、以上です、ありがとうございました、はい。